アオトヨガスタジオの講師のマリと申します。ここは慈恵医大病院の裏にあって高砂とアオトのちょうど真ん中あたりにあります。ここの場所は自分で DIY をしてちょっと古民家風にして落ち着くスペースを作りました。ヨガはご自身の心と体と呼吸と向き合う時間です。いつも頑張っているお母さんだったり仕事を頑張っている女性はぜひご自身と向き合う時間をとってご自身を大事にすることを目的にヨガをしてみてはいかがでしょうか。皆さんお待ちしています。ナマステ。